おしっこしてきていい？おしっこしてくれない？はぁ、あ、気持ちよかった。早いん？これ。男はみんなこれぐらいの速度だ。走ってはおる。漏らしてるやろ。やばすぎやろ。手は洗ってない。当たり前やろ。家で手洗うやついんの？マジで？お前結構ちゃんとしてんだな。手は洗うん？洗うのみんな。家で。マジで？へぇ。綺麗なんだね。みんな。病気を予防する以外で何の意味があるの？家に外から帰ってきたらとかな、わかるじゃん。握手するとか。別に一人でさ、自分の部屋で暮らす分さ、手洗う理由なくね？なんとなくなんや。そっか。俺、お前らは手洗わねえと思ってたから、なんか寂しいな。雑菌がつくの嫌だから。そうなんや。お前が必死こいて毎日ポチポチ文字打ち込んどん携帯は雑菌まみれやけど。他より手の方が汚い。手より iPhone の方が汚い、多分。洗わない。そんな、洗わないよな？うわ、好き。洗う。あ、へえ、洗うんだ。そうなんだ。お渡し会の前は洗ったのか。洗ったよ。もちろん。確かに、おしっこで手洗えばいいやん。そしたら、一石二鳥じゃない？そしたら、おしっこも同時にできるし、手も洗えるじゃん。それでいいじゃん。洗わない手でお渡し会やってたのかも。いや、洗ったよ。そんな、洗わないわけなくない？俺、手洗わんかったこと一回もないよ。マジで。潔癖やし、普通に。ずーっと手洗ってる。配信してる時と動画撮ってる時以外はずーっと手洗っと。動けん。洗面所から。飛行機の中とかマジ大変。俺だけチケット、あれやもん。飛行機の中に席取ってあるけんさ。手洗わない関係ずっと。シートベルト付きの飛行機探すの。トイレにシートベルト付いと。みんなもそうした方がいいぜ。もう、不潔ですよ。手洗わない人は。はいはい。